皆さんこんにちは、技術系3年目の足立美咲です。今日はですね、若手職員の一日紹介ということでですね、私の種子島宇宙センターでの一日をお見せしていきたいと思います。よろしくお願いします。ロケット発射場のすぐ近くにある燃焼試験計測制御棟の方にやってきました。私はですね、 H3 ロケットのメインエンジンである LE9 エンジンの開発を主担当としてやっております。今日はですね、この種子島宇宙センターでロケットのエンジンを実際に燃焼させる燃焼試験を行います。今日はですね、午前中は、こちらの計測制御棟の方でですね、メーカーさんたちと協力して準備作業と設備の評価でしたりとか確認っていうのを行っていきたいと思います。はい、種子島宇宙センターでの一日はいかがだったでしょうか。種子島宇宙センターで皆様をお待ちしております。